僕の予想は多分1キロはあると思います。では行きます。せーの、デッドよ。みなさんこんにちは、自称ルーブルだ、ゆえだ。はい、私ヒロゲーは先日レゴランド大阪に行ってまいりました。まあ皆さんピックアブリックご存知でしょうか。まあ簡単に言えばパーツの詰め放題です。まあ私はピックアブリックのほぼガチ勢です。まずピックアブリックなんですけど、強サイズと大サイズの2つがあって、僕は普段ピックアブリックはこの大サイズでやっております。大サイズの容器がなかったり欲しいパーツがあんまなかった場合は強サイズにしております。で、僕がびっくりしたのは、大阪のピックアブリックなんですけど、先ほどの容器じゃなくて、はい、こちらのストレージケースに詰めます。ちなみにこのストレージサイズなんですけど、3種類があって、スモールサイズとビッグサイズとラージサイズがあります。ちなみに僕は今回はビッグサイズをやりました。で、僕がピックアブリックで一番思ってることは、僕って大体何グラム入れてるのかなってめちゃくちゃ思ったので、今回はちょっと実際に測ってみようかなって思います。まずはリンクプレミアムアウトレットのレゴストアで詰めたパーツを見せます。はい、こちらでございます。今回は S サイズになっております。ちなみに本当は L サイズやりたかったんですけど、 L サイズの容器がまさかの品切れで、実を言うと欲しかった青い支柱パーツがあったんですけど、あれ諦めました。僕は普段どんな感じでピックアブリックを入れてるのかというと、まずこんな感じでブロックをちょっと組み立てております。ピックアブリックで余ってるパーツがこれだけあるんですけど、とにかくプレートパーツとかはバラで入れるよりかはこっちの方が断然入るのと、他に欲しいパーツもいっぱい入りますので、僕はこんな感じで詰めております。底面はどのようになっているのかというと、はい、こんな感じです。こういう 1×2 のブロックパーツとかはこういう周りに入れて、残りの 2×2 系のパーツとかは全部真ん中に詰めております。で、あとは蓋に入れるだけ入れております。まあとりあえず僕はピックアブリックではこんな感じで詰めております。じゃあ、はかりを持ってきましたので、重さを測りたいと思います。とりあえず一回、空の S サイズの容器を測ります。S サイズの容器は 53g あります。では、ここから測りたいと思います。僕の予想だと多分 500g いってると思います。では、行きます。はい、出ました。251g。あは、意外と 250g なんですね。多分 L サイズだったら 500g になってるんじゃないかなって思います。まあ、いつかは L サイズも測ってみたいと思います。はい、では続いてはレゴランド大阪で詰めたパーツを見ましょう。と、その前に、レゴランド大阪のピックアブリックは先ほども言った通り、このストレージケースにパーツを詰めて5000円です。ちなみにストレージケースのプリントパーツは全部で5種類ありました。はい、箱から取り出すとこんな感じのストレージケースになっております。ちなみに中にブロックとかは入っておりません。大きさなんですけど、ピックアブリックの小カップの 2,3 個分はあります。はい、では大阪のレゴランドで詰めたピックアブリックのパーツを見せたいと思います。それがこちら。よいしょと。はい、こんな感じです。とりあえず先言っとくんですけど、多分これは1キロはあるんじゃないかなって思っております。では重さを測りたいと思います。では行きます。せーの、デッドよっと。わー、取れちゃった。では行きます。せーの、よっと。重さは、おー、重さは 1056g です。いや、すごい詰めたな、僕も。では、レゴランド大阪で詰めたパーツを一気に見せたいと思います。今回詰めたパーツはこちら。はい、今回はこれだけ詰めました。ちなみにパーツなんですけど、ピックアブリックのほぼ2倍分はありました。結構割と珍しいパーツがいっぱいありましたので、今回はめちゃくちゃ詰めました。このパーツだけで 1050g もありました。じゃあ、リンクで詰めたパーツを見ましょう。パーツを出します。せーの、よっと。はい、今回はこちらのパーツを詰めました。今回割と結構いろんなパーツがあったんですけど、こういうトランスクリアのパーツとかクリアレッドのパーツがいっぱいありました。で、先ほども言ったんですけど、青い柱パーツはやっぱり欲しかったです。はい、ということで今回は大阪のレゴランドとリンクプレミアムアウトレットのピックアブリックをやってまいりました。レゴランド大阪で詰めたパーツの量が 1050g もあって、念願の1キロ超えを達成しました。ただリンクのプレミアムアウトレットで詰めたパーツがまさかの250g だったので、まあ僕といたしましては L サイズのカップで 500g は突破したいなって思っております。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。